こんにちは、昨日の動画の続きで、福岡県北九州市にありますキングエアキーさんの お店で、金魚を見させてもらったんですけど、もともとは餌ですね、乙姫を買いに行ったんですけども、まあ金魚が可愛くて、釣られて2匹ですね、購入させてもらいました。で今回購入させてもらったのがクロランチュです。初めてクロランチュを買うことにしました。で、クロランチュどうするかっていうと、まあ持って帰って、ドラゴンスケールランチュのなかなか産卵しないドラゴンスケールランチュのオスと掛け合わせても面白いんじゃないかなということで、ちょっとメス2匹ですね、持って帰ってきました。でメスかオスかっていうのはまあ確定ねはできないんですけども、なんとなく見ててなんか分かるようになってきたような、来てないようなっていう感じで、だいたい当たるようになってきましたね。基本自分は金魚屋さんに行くとメスを持って帰ってくることが多いんですけども、まあもう見た目も当たり前、まあ、人間と同じなんですけど、腹が出ててなんかちょっと泳ぎにくそうな感じの子がメスでね、オスなんかはもうこの時期になると絞ってみると精子が出てくるんですぐ分かるんですけど、まあなかなかお店の金魚をすいません絞ってもいいですかという感じで確認取れないと、もう目で見て追い星が出ているかとかそういうので、確認するしか他ないんですけども、それで見てください、このなんていうか体が短くてまん丸とした体、僕の大好きな好みの金魚の形なんですけど、メスっぽいやつ4匹とりあえず作ってもらって、この中の2匹ですね選ばせてもらって、まあ、見た感じ確実にメスだろうっていう、もちろん好みに合った子を2匹購入させてもらいました。ちなみにこの子たちはもう選び抜かれた子たちで、ちなみにクロランチュー、もちろんダメな子っていうのがたくさんいて、ここですね、こっちに羽魚っていうんですかね、跳ねた金魚をここで飼育されてるみたいなんですけども、どうも今年のクロランチュはちょっと奇形が出やすくなってるみたいなことは聞いたんです、伺ったんですけども、まあ、その中でもねしっかり選別していただいて店頭に並べるのは選別抜かれたいいやつだけを置いていただいてるんでね、安心して購入することができますね。でやっぱクロランチュって言っても全部みんながね同じ色のクロランチュではね当然なくて、ちょっとここで悩んだんですけども、まあ形とか全ての総合点を選んで、2匹のクロランチュ購入させてもらったんですけど、より黒の強い真っ黒なクロランチュをね持って帰っていくのが持って帰るのがベストなんですけど、ただ気持ち的には卵が欲しいので、そんなことよりも確率的に、メスの可能性が高いやつは持っていこうということで、まあ、黒レベルでいうと、まあ、中間ぐらいのやつを引っこ抜いて2つね抜かせてもらいました。この親魚の写真がですねお店に飾ってるんですけど、めちゃくちゃ綺麗なんですよね、可愛いんですよね、まん丸として。でおそらくもうだいぶ前、数年もう今もう完全にこのクロランチュってのはもう金魚のキーさんが毎年飼育されてきて血をつないできてのもう完全にもう今国産って言っていいんですけども、日本の水で生きてきた子たちなんですけども、もともとはタイかどっかからおそらく仕入れられたんでしょうね、それか日本の国産のクロランチュどっかから入れて、血をつないできたのかわからないんですけども、まあ結構なんか見た感じタイのクロランチュまん丸とした肉流がついたなんか東南アジアであったかい地域で育ったような金魚の血筋が入ってるんじゃないかなと自分は見て思うんですけども、ちょっとその辺がですね聞きそびれて分かんないんですけど、まあ、とりあえず記念すべき初クロランチュ導入ということで2匹購入させてもらいました。本当は餌だけを買うつもりで、行ったんですけども、やっぱ見てしまうとですね、なんかいい魚、安い魚、安くていい魚ですね、安くて悪いじゃないですよ、安くていい魚がたくさんいるんで、どうしてもちょっと釣られてね、自分もある程度買うっていうことに関してはセービングできるようになったんですけどね、それを超えてセービングできないぐらいのいい魚がたくさんいたんで、ちょっと久々購入してしまいました。でこの子たちは家に持って帰ったら、うちでは数少ないミックス水槽のコーナーですね。ミックス水槽って言っても小川金魚店さんにで購入した青ランチュとか江戸錦とかがいるランチュ型のミックス水槽ですね、そこに、入れようと思います。初めての
ある意味本当に初めてのミックスですね。今現在江戸錦と青蘭中がねそれぞれ全く違う時期に買った子たちでも育ちはどちらも小川金魚店さんですけど、そこから初めてあの北九州の金魚屋キーさんの、金魚をちょっと混ぜることになるので、まあ、一つまた挑戦なんですけど、ミックス水槽への道ですね、一つまた挑戦なんですけども、まあ、自分の計算というか賞賛でいうと多分まあ大丈夫かなとは思います。例えば今回のこの金魚同じ値段で、逆にもっといい金魚だとしても同じ値段で別のペット屋さんであの展示されても、あの自分は安くても買わないんですけども、あのやっぱここの金魚屋キーさん、まあ、小川金魚店さんもそうなんですけど、出元がはっきりしてるんで、最初から生まれがここで、どの方が育ててどの水で育ててきたっていうのがはっきり、これまでのこの子たちの生きてきた 道筋っていうのが分かる分安心なんですよね。まあ、例えばペットショップで買ってきたとしても絶対小川金魚店さんの金魚と混ぜたりはしないんですけども、まあ、今回の、金魚はキーさんのところ、これは多分間違いなく変な病気も持ってないですし、まあ、同じ福岡っていう土地で、まあ、水道水を軽き抜いて、小川金魚店さんも展示されてる水槽は水道水ですね、あの軽きを抜いた水抜いてないとか抜いてるのか分かんないですけど、まあ、水道水を、入れて飼育されてるので、まあ、同じ地域の水道水って言ったらかなり無理がありますね。距離で言うとどんぐらいでしょうね。7、80キロは離れてるので、多分、まあ、水自体は全然違うんですけど、まあ、一つ確実に言えるのが、そのなんやかんや、あの金魚屋さんなんでなんやかんやいろんなところから仕入れた金魚と、混ぜて展示してるんじゃなくて、とにかく生まれてこの土地でいろんな産地の金魚と混ぜられて育ってきた金魚ではないので、変なやっぱり菌だったりそういうのはまあ入ってないだろうっていうので、あの気軽にというか、あの普段は買わないんですけども、あの安心して金魚を買うことができました。ということで自宅に持って帰りまして、導入してる時の動画なんですけども、予定通り小川金魚店さんのミックス水槽、小川金魚店さんで買った金魚の船の中に、導入したいと思います。でおそらくやっぱメスですね、見た感じ産卵管とか見た感じ間違いなく2匹ともメスです。なんとなく泳ぎ方もやっぱメスって色気があるんですね。なんか腰くね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 して、なんかちょっとセクシーな泳ぎ方をするように僕は見えるんですよ。やっぱオスとメスでやっぱ泳ぎ方が違う、まあ卵が入ってるから泳ぎにくいってなってるのかもしれないんですけど、なんか説明できないんですけど、意外と上身でこう泳いでるところで、あこいつメスだなって思って、結構ねそれが当たることがねよくあるんですよ、最近というか今年ですね。なんか結構自分の見る目もなんか最近自信を持ってきたんですけど、ただ当たってるっていうだけです。勘を多分こうだろうなと思ったことがね、まあ、偶然、まあ、勘が当たってるだけなんですけども、なんかですね多分メスです、この2匹。いや、もしかしたら、ただまだ体がちっちゃいんでどうなんでしょうね、卵まだ出さないかもしれないんですけども、ちょっと楽しみに待っておきたいと思います。ということで、数日間は、同じ水なんですけどザルで、隔離して少しずつ顔合わせしていきたいと思います。やっぱここは大事なポイントで、まあ、いくら賞賛があったとはいえ一気に混浴するんじゃなくて、やっぱここは時間をかけてミックス水槽を作っていきたいと思います。だけどまずはこの子たちに、水に慣れてもらうってことですね。うちの金魚の村の水に慣れてもらうっていうことで、しっかりザルで隔離した上で、新しい水に慣れてもらう。結局一気にボーンって入れると新しい水にも慣れなくちゃいけないし、新しいその、まあ、敵かもしれないメンバーですね、他の初めて見る金魚とも一緒に泳いでいかなくちゃいけないということで、ダブルのストレスを与えることになるので、まず一つずつもう金魚導入ってもう金魚のストレスしかないんですよ。もうストレスは当たり前のようにかかってるんですけど、やっぱ一個ずつ少しずつストレスをかけさせていくことで、まあ大ごとにいかないのかなと思って、とりあえず、数日間水に慣れさせる。でその後混浴して新しいメンバーに慣れさせるっていう感じで、
導入の方を終えたいと思いますね。またね、多分大丈夫だと思うんで、また1週間後、2週間後経ちましたら、この子たちの様子を見せたいと思いますので、また動画アップしますので、よかったら見てください。そんな感じで、ありがとうございます。